おはようございます。花吉です。今日はガチラジオの日の今もう10時になろうとしているところです。見てよこのもう本当に久々に史上最悪の大悪化っていう感じで、このぐらいのはね、私の記憶の中をサーチしたところ、母が亡くなった後肌がすごい悪化して、その時に近い、これ今髪を押さえて、一応これを取れば、よそ行きの頭になる予定です。それでね、顔の、鱗状の皮は、あらかた取れて、今も首がすごくひどいです。こんな感じね。あと昨日なんか、ここにさ、でっかいなんか水ぶくれみたいのできて、いやもうなんかね、ひどいです。ほら。こう、なんか、水泡がいっぱい、皮膚直下にあって、腕もね、ほら、こんなよ。で、一応、今日話す内容とか、整理して、自分でこう、ペーパー作って、それと、あと、まあ、この、私の本をベースに話が進んでいくと思うから、さっきもう一回自分が書いた本読んで、まあ大体っていうかもうほとんど頭に入ってるんだけどね。これでしょ？それと、あと行く交通手段も確認して、なんとかやれんじゃないかなって思ってます。向こうの動画にどんな風に映るかわかんないけど、こういう皮膚の人もいるっていうのもね、世の中の人に分かってもらうのもいいし、自分がね、どこまで堂々とできるかっていうのもチャレンジだなって思ってるから、頑張ってやっていきたいと思っています。応援して見守ってくれると嬉しいです。はい、とりあえずね、鱗がないのが気持ちが楽かな。気持ちが楽。昨日さ、ここの鎖骨周りがほんと辛くて、でも今乾いてきてるから、このままあんまり濡らさなければみんな脱皮するんじゃないかなって思ってます。はい、指をね、指の無力化をしなきゃ。やっぱりダメだ、爪があるとね、ほんと爪で皮サーチしちゃう。はい、もうすぐ家を出るので、この髪をね、整えたいと思います。整えるって言っても、これ取るだけでうまくいってるはず。いやー、これちょっと、ここちょっと失敗したかも。ちょっとここパックリ割れすぎちゃった。ちょっとこれパックリ割れすぎじゃない？これ。失敗したな、うまくいかなかったな。でもいいか。これで。濡らしてこようか。いいことにしました。これでちょっとだけ眉毛を描いて、ちょっとなんか変だけど、よし、これで。で、服はね、このこれね、お気に入りのスタンドネックのこのシャツ、メルロウイ級のシャツです。これでだいぶ首周りカバーできるし、形が綺麗だからね、気に入ってます。まあひどい割にちょっと清潔感のある感じに仕上がってない？どうだろう。これでなんとか頑張ってきます。ここはちょっと暑いから後で止めるにして、はい、でカバンは綿のカバンで、はい、じゃあ頑張ってきます。はい、自転車で移動中です。なんかすっごい眠くなってきちゃって
だって寝てないもん、痒くて。そりゃ眠いですよ。この眠い感じが夜布団に入ってる時にね、来てね、ぐっすり眠れるといいんだけどね。いやー、しんどいっす。夫にね、この姿見せたら、いいじゃんって。肌もよく見えるって。すごい清潔そうに見えるって言われたから。それを胸に頑張ります。なんかめっちゃ眠いわ、ほんとだるいし、こんだけ肌がボロボロだったら疲労も体も疲れてるはずだから、炎症起こしてるからね、全身で。田無駅に着きました。ちょっとね、時間が早いからベンチに座って休んでます。でね、見て、鳩の糞にご注意くださいってこう両方に書いてあって、上見ると そこに止まってね、鳩がね糞するみたいなんだけど、これなかなかハードル高いよね、ここ注意って言われてもと思って、鳩さんいないからとりあえず座りました。いやー、もうなんかやたら眠くて、マスクがかゆい。じゃあ行こうかな。狭いながらもコンパクトにまとまってますね。そうですね。はい、終わりました。終わった。すごい楽しかった。もうすごい顔粉々になってきちゃってるけど、楽しかったし、やっぱりプロの人とラジオ、もうすごい、もう刺激になりました。うん、いやー、勉強になったわ、本当に。ちょっとね、カミカミの部分もあったけど、いやー、もう今ね、やりきった感がすごいです、自分の中で。まあ、ヘッドホンがね、ちょっと耳がきつかったけど、でも汁は今出てないからよかったなって。あー、よかったよかった。はい、家に帰ってきました。もうなんか燃え尽きちゃってヘトヘトです、本当に。帰りにスーパーに寄って、カツオのたたきの端っこ売ってた。嬉しかった。端っこ買って、あと缶詰、サバ缶とイワシ缶水煮買って、バナナ買って帰ってきました。端っこ食べて元気出して、それで寝たいと思います。もうまだ4時20分だけど、もう帰ってきて今もうシャワー浴びて、シャワーもただ流すだけ、ぬるま湯で。帰ってきたら夫に、いや、なんか肌良くなってるじゃんって言われたんだけど、どこがでしょうかっていう感じなんだよね。もうこのカバンがね、ここね、トートバッグの肩紐がちょっとつらかったです。いや、疲れたわ、ほんとガチの撮影だったから、収録。はい、でも新しい出会いもあってね、よかったです。頑張ってやってきて、うん。で、ラジオの収録風景の動画もあげるので、ぜひそちらも見てください。はい、一緒に応援しながら見てくれて本当にありがとう。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。さなきちでした。バイバーイ。